もう並んどるかってことだよね。いやめっちゃ混んどる。あ、ここは文化博物館なんや。そう、徳田さんね、食べてきてうまかったね。うまかった。いや、ほんとうまかった。あの、値段もそんな高くない、ね、ポテチ 300g のご飯多めにしたからあれやったけど、1200のプラス300円ぐらいか、うん、やったから2人で3000円いかんかったもんな。うん、結構ね、美味しかった。うまかった、うんうん、これは当たり。いや、さすがアルゼンチン側から地元の人で混んどるだけのことはあるなってことで、ちょっとね、店の前が混んどったからちょっと出たところから撮り始めたけど、ね、西の感じ、ちょうどこれ文化博物館の近くってことやから、中央通りからちょっと外れたところやけど、もうちょっとね、こういったところの方のがね、やっぱちょっと一本入った方でね、美味しい店多いなってことで。で、おっと。で、今後の予定だけパッと確認しておくと、半に京都駅なんやな。そう、京都駅に、よっちゃんさん、来てくれるってことなんで、じゃあ、今もうちょっと15分回ったかな、過ぎってことやから、そうそうそう、これちょっと帰りは、電車でね、もう一本でそこの、地下鉄で行けますんで、それで行きましょう。何駅になるのかな、ここは。烏丸？三条烏丸かな。そうやな、烏丸通りやもんな、これで。結構腹が膨れて、歩いてるだけでも結構しんどい。あれは本当ボリュームあったし、本当噂では聞いとったけど、すごいジューシーね。写真ね、こんな感じで、ね、見た目はね、確かに美味しそうなハンバーグ、もう見た目の時点で美味しそうなハンバーグねんけど、切った時の肉汁がね、もうこんな感じで、あれエグかったね。うん、あハンダムみたいな。あれコロナじゃなかったので、思わず肉汁ブシャーって言っとったもん。ふなしするとかやったもん。さすがにね、マスク外したそうないでブシャーとかいうね、ほどね、今のご時世できたんけど、ほんとそれぐらいあれいいお店でした。これはいい店、行けたね。絶対あれやな、グルメ情報とか絶対西洋さんより田中さんの方の方が絶対新調整ありそうやな。西洋さん鉄道とのためやったら別に飯食わんでいいやって言いそうやもん。で、あ、そこや、駅が、はい、三条じゃなくて、あ、大池か、烏丸大池駅ってことで、大池駅から京都まで、まあ、200円ぐらいで行けるでしょ、そんな遠いところじゃないから。 IC 行ける行ける、うんうん、チャージもまだ大丈夫やつ。で、国際大会行ったら武田方面やな。めっちゃ綺麗やな、この辺りとかも。めっちゃ京都とかも溢れ返した。京都やで、やっぱクストスやで、時計も。何十万では絶対買いやすけやな、クストス。高級時計や。そもそもあの続いてクストスって呼ぶのが難しい。最初セベストスって呼んでめちゃくちゃ笑いよかったの覚えとるわ。次のやつやとまずいんか。いや、でも乗るか。乗った方がいいな。よし、じゃあそれだと乗っちゃいましょう。よし、よし。ってことで、新幹線口でね、まあ、ちょっとこちらの方で待っといてっていうことでね、今連絡をいただいたんで、まあ、待ってるわけでございますけどね。でも新幹線口と思わなかったからね、意外なところからやけど。大丈夫かな、今のこの2人見たら、さらの不審者がカメラ回してる不審者2人や。これかけづらいね、これ一般の人。うん、周りの目がちょっと…あのさ、あんま撮ってるときは気にならねえけど、改めてこういう街中撮った画像で目線見ると会いたいって。サングラスかけてるから、うん、サングラスに黒いマスクってただの不審者。そうそう。で、その点さ、あれなんや。この前、
岡崎でやっぱ撮った時には岡崎の人のカメラ慣れ半端ないな。東海オンエアって見とる、見てます。うん、オンエアさんがやっぱずっと撮っとるっていうのもあるんやろうけど、うん、みんな慣れてるね、カメラに。大丈夫かな、ここが分かるよ。それは分かるさ。鉄道知識、あの2人に対しても絶対負けるレベルみたいで、ね、ちょっとバカです。ソンジョソプラの言う、鉄道系の人よりも全然詳しい方やってんの。ましてやこっちとら非鉄やし、俺非鉄なんやからもそう、これ本当は当初の企画はソーザ西園寺に行こうと見せかけてのソーザ西園寺さんが好きそうな、京都鉄道博物館に行こうって間で途中からテロップの間に差し込んでね、で簡単な対決企画っぽく、うん、37歳非鉄と中学生、鉄道オタクならどちらの方が鉄道に詳しいかって。鉄道オタクって別にあんまり鉄道ちゃんと調べ出したんだ。ここ1年とかなんであんまり詳しくはない。ここ1年ってことは中1、中2ぐらいから調べとったの。こっちおっさんになってからやっと調べ、2年ぐらいからな、そっちだってちゃんと調べ始めたそうや、そういうこと。あー、そっか、ニコ動で鉄道系の動画が出始めた頃ってのは知らんのか。知りません。ニコ動当時はいわゆる名列車シリーズっていうのが流行って、ゆっくりやっとって、スーツさんも昔はその名列車の、ね、上級編みたいなやつをやっとったね、実は経歴があるけど、俺らの頃はゆっくりで、あれがバズったんよな、出版列車、魔改造車。待って、俺らが話してる間に来てます。近鉄なんて、2か。近鉄京都駅改札、あー、そっちや、近鉄やで。寺田君映しとこう。どこやろな、市の方で。あ、もしかして、もしかして、もしかして、違ったな俺今の人かなと思ったから、軽くアイコンタクト送ってみたら全然違ったな行こうぜっていう企画を出しといて、実はこっそり鉄道博物館に出るってことを思ってたんですよ、私も。それね、行ってないでライブ放送とかでも言っとったし、で実はこっそり調べて、で本当はバスで、鉄道乗せたら絶対すぐバレるで、あ、行き先だ、バレるなとかで。ならそのバスを行ってたんですか。いや、でそれでどこで気づくかっていうドッキリをやろうかなと思っとったらもうそういう話が出たら、じゃあもうじゃあ普通に行きましょうぜってことで、まあ、あっちの方もね全然行かないですからね。私も実は初めてなもんで。あ、京都は、あ、京都のお手伝いですかね、うん、こっちからかな。そうですね、で、はいはいはい、で京都線、佐賀野線の方や、こっちやね、神岡本家ね。わー、そう。まだ一回も行ったことない。楽しみ。そうそうそう。行くならこのタイミングじゃない。あれ、ね、値段調べたら。高校生から1000円に上がるんだけど、中学生までやったら500円できるってなったときに、あ、これ今のうちに言っとくのがちょうどお財布的にも俺優しいなと思ってちなみにどっちから見はったんですか。京都線、大阪線じゃないですか。あれとも新幹線口っていうとかで、いやいや、サンダーガードで行ったりして、どっかで落としながら携帯充電しようかなと思ってたんやけど、はいはい、開いてなかったんで、はい、コンセントあるところの座席が、はい、だから改札1回入って、新幹線2号線に乗って、あー、で、待ってっていうところの
本線行くとちょっと、はい、あそこでなるほど、それで新幹線口やったんか。なるほどな、これやね、これでやっぱ鉄道の鏡やないかと。すごいな、 Wi-Fi も飛んでるんだね。あそうですね、あの中やったらね飛んでますね。あ、ちょうど電車来るみたいよね。おー、来る感じだね。うん、京都駅の構造も思うのがいるな。こっちはこっちで串型のホームになっとって、見方によってはちょっと豊橋駅っぽい感じもするけど、あそこも飯田線の方もそうやって串型で並んどってやし、規模が全然違いますけどね。ここは列車か、やっぱ JR は列車が多いな、あの車止めのやつが多いですよ、そりゃ京都やで、そりゃ京都やで、京の都やから。見に行ってここに神社が、はい、ここに神社が入ってる、はいはい、うん、あれ今あの、そうですね、新宮とかっての方で行ってて、あれもすごいよな、不思議なのはあれモーター音とか気にはなるのかなって言う時、もともとこの最後に乗ったのが岡山で乗ったのが最後になってるんですけど、2年前かな、やっぱ乗っとったらね、やっぱあの音がね、こうやって乗っとる分にはね音が楽しいなってなるけど、出る時にあの音うるさいやろなと思って。まあ、きっとちゃんと防音加工とかすんやろね。まあ、JR 西日本、そういうところは向かい方やんけね。魔改造だけはすごい。よし。